はいみなさんこんにちは歴戦人講師の荻原です、えー、2018年司法書試験、えー、直前期徹底企画、えー、記述模擬試験をご紹介いたします、えー、これはの私の後ろにあるのがウェブのページなんですけれどもですねうんとねパンフレットをですねちょっと見ましょうか6月の3日ですね、えー、この日にですね、えー、記述の直前模試というのをやります でこれあの2問解いていただいてで当日、ですね、答案を出していただいた方、ね、6月の3日だけなんですけれども、この日にです、ね、答弁を受けていただいてなんと1000円なんですが、えー、答案を出していただいた方に添削をしますでさらにですね、答案を出していただいた方にはもう2問プレゼントするということでなんと1000円で,です、ね、4問記述の模試が手に入るという、こうこいう企画をしているんですね。 でこれ、ですねあの前の週の週末とそれから翌週末は普通に公開模試があるんですね、でその狭間の日付の6月の3日、この日にですねじゃあ、あの記述の答弁をです、ね、あと4問、皆さんにやってもらおうということです、で2問が会場で解く、でこの会場で解いていただく2問というのは、本試験とほぼ同じようなレベルの問題。 で今年の本試験、狙ったセレクションしています、そういう2問で、それからプレゼントの2問、ですねこれは皆さんをですう、ね、ならせたことがある、そういう問題ということなんですね。ネタをばらしますと、今回のこの4問というのは、全部、ですね過去のレックの記述答連で、どこかで出題された問題です。 ただ、それをそのままですね、えー、皆さんに提供するというわけではなくて年次変更を行いそれから改正対応したものをですね、えー、これを皆さんに提供するということなんですね。えー、だから過去のレックの倒れの問題をまあぶっちゃけ使い回しているということですけれどもだからっていうわけで、えー、これねかなりお得なんですよね。よいしょ、<laughs> えウェブのページ見ていただくとここ見えるかな1000円、なんとお安い。 1000円で,です、ね、記述2問、添削までついているでさらにもう2問プレゼントということですね。でこのウェブページのところを見ていただくとですね、まあ、よくわかるんですけれども今解けなかったらまずいっていう2問を会場で解いていただきますでそれからあですね過去の我々が作った答例の中から皆さんうならした、ね、評判が良かった2問、えー、不動産登記1問と商業登記1問ずつ。 えー、プレゼントをいたしますで実は、ですねこれあのレックの記述答練100何十問かなの中からですね私が4問セレクションしましたすっごい大変だったんですけれどもでその4問ですね、えー、これを今回皆さんに提供したいということですでどうやって申し込むのっていう話なんですけれどもえっとねレックの司法書士のトップページここね でここからバナーがあるんですよ、この2018年のこっちか、えー、本試験、えー、情報というのがありますけれども、ここ入るでしょ、入るでしょ、でそうすると、受験生応援サイトってところに入るわけですね、でここのね、えー、これです、これ、これ、本試験に向けてのサポート企画のところの直前期徹底強化企画ですね、記述模擬試験。 このイベントって書いてあるところを入っていただくとさっきのここねここに入ります、それからウェブじゃなくてパンフレットですとこれ直前のパンフレット公開模試のパンフレットがあるわけですけれどもこのパンフレットのね裏側ですねを見ていただくとこここの緑色のところです、ね、これがそのものになってますからこれどっちか見てね申し込んでいただければとといいうことですねはい、皆さん、ふるっとご参加いただきたいと思いますお待ちしてます。